とりあえずまあ今日は覚えましょうかこれちゃっちゃと。ちなみにえこれは何カ国ぐらい今、うん、何分でどれだけ覚えれるか。15分なのか30分なのか区切って覚えていただいて、でまあこちらから出題させていただいて。わかりました。じゃあ覚えましょう、覚えましょう。じゃあまあとりあえず15分で様子を見てみましょうか。15分。じゃあ15分いきますよ。はい、どうぞ。はい、どうやって覚えていこうか。とりあえず並べよう。分かるやつを省いたらいいんだ。分かるやつあるんですか？ありますよ、いくつか。じゃあまず分かるやつ発表してください。日本。まあ書いてあるしね、ここにね。本当に分かってたのかどうか、ちょっと。いや、さすがに。ちょっと。さすがに、さすがに。確認のしようがないです。でも、メーカー分かるの？うわ、これ待って、結構ある。結構ある。あ、まず全部並べると。並べます。あ、中国も分かるな。イギリス。本当に分かってたのかどうかちょっと疑問ですけど、ブラジルも分かってたと。ブラジル分かってた。こんなもんだ。はい、じゃあ今の時点で分かるのがブラジル、日本、中国、韓国、アメリカ、イギリス、たったの6カ国。これでよろしいですね。あなたスタート時点ではこの6カ国と。はい、まあ、伸びしろが大事ですから。そうそうそう、スタートが何カ国だったのかということを、まあ、今ここに明らかにしておきましょう。はい、はい、この6カ国。形がこれ独特なのは覚えやすいかな。ネパール。ネパール、覚え方これカルタになってるので。あー、なるほど。こうその国のあるあるだとか世界遺産だとか、これでも国旗の柄の特徴だとかがカルタになってるので。なるほどね。これこの文章を覚えたらもうそのまま教養が身につくわけですよ。覚えることが増える。緑、白、赤、この縦三色がイタリアだ。わー、ややこしいの並んでる。フランスが青。フランスが青。うわー、ややこしい。フランスが青。フランスといえば羊。羊？羊？やばい、どうやって覚えたらいいんだこれ。あ、こういうのも色で覚えたらちょっとややこしくなるよね。ドイツとベルギー。黒、赤、黄は一緒なんだ。縦か横か、まあ、そういうのも振りに落とし込んでいけばいいんじゃないですか、うん、腕を縦に振りながらベルギー、腕を横に振りながらドイツ。なるほどね。サンドイッチのドイツとか、うん、イギリスが左上にあるオーストラリア。あ、でも見て、イギリスを飲み込むフィジーとオーストラリア。イギリスを飲み込むフィジーとオーストラリア。なるほど。スイス、デンマーク、あ、スイス、病院。スイスの病院に行こう。スイスの病院に行こう。スイスの病院。どういうことですか？あ、お医者さんって感じしません？あと8分30秒です。やば、やば、ちょっと15分。太陽は好きなんだ。太陽は好きなんだ。太陽が好き。太陽がでも、わ、太陽意外に多い。アルゼンチン、キリバス、ルワンダ、ウルグアイ。太陽が入ってる。ルワンダ。ファラオちゃん。ファラオどんなですか？ちょっとでもね、左に寄ってますね。これは
どういうことなんやろ、どういうことなんやろ。歪んだ人だったのかな、考えた人。まっすぐ生きよう、まっすぐ生きよう。ハラオジン、ハラオジン、はい。ブータン、リュウかな、リュウ、タツ。どうもブータンですって、このこいつがブータンだと思う。あ、ゆるキャラ的なね。そう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 、ブータン、ブータン覚えた。お花見したかったな。もう愛さん、これはあれですか、自分流のこじつけ方というか、それでちょっと一回やり抜いてみようというスタンスですね今。まあ、こちらのか、文章とかではなく、私はもうオリジナリティの覚え方を編み出すと。じゃないと多分覚えられんな、これ。意外にこの似てる名前だったり配色だったり形が多くて、文字では覚えられない気がする。精神、これちょっと女の子だな、女の子だな、女の子精神、割とお金持ってる女の子。あ、サウジアラビア感あるからこれ大丈夫かも。青い羊。あなたの中でもフランスイコール羊というものがどうやらなんかあるみたいです。羊がいる。あれ、フランスじゃなかったっけ、羊がなんかブレてるイメージがある。なるほど、フランス。青い羊って覚えたら緑がイタリアってわかる。カナダ、落ち葉、落ち葉じゃない、モミジか。あと1分30秒です。早い、ちょっと待って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 、やば。背の高いベルギー人と、背の高いベルギー人、縦だからね、背の高いベルギー人とふくよかなドイツ人。なるほど、どっちが背が高くてどっちがふくよかか。思い出せるんでしょうかね。背の高いベルギー人、うん、背の高いベルギー人、ベルギードイツ、もうセットだな、ここは。あと30秒です。やばい。メキシコはさらにイタリアの中に、イタリアインメキシコ、これも、あ、はい、終わり。終わり。ちょっと待って、15分経過しました。とりあえず覚えた自信があるのがこちらと。ではこちら、本当に覚えたのかテストしたいと思います。しっかりしよう、オランダ人。ファイナルアンサーいきます。しっかりしよう、オランパラオ。全然ダメじゃないですか。